と激辛ジョニーズ、今日もみんなの死に火をつけちゃう。やってきました。はい、今宵は池袋にいるんですけども、今回挑戦するメニューは激辛スーラータンということで、今回ですね、中国ラーメン楊州商人店さん、に来ております。スーラータンといって、まあ、いかにもこれね、酸っぱ辛い、はい、初めてですかね、スーラータンというものはこのチャンネル始まって初めて、挑戦するものになります。さあ、そのお手並み拝見ということで早速行ってみましょう。レッツゴー。激辛スーラータン、これもう辛さがこれ以上にマックス、なんかもう辛さ増してできます、ね、まあこれがマックスで、はい、じゃあちょっとこれが一番辛いんですよ。5倍。おー、来ました、激辛スーラータン麺。おー、はいね、いただきます。さあ、激辛スーラータンさん、お手並み拝見ですよ。ちょっとスープ入ってきます。若干とろみがありますね。うん、酸っぱ辛い、もうそのまんま。あ、うまい、これはいけるぞ。入ってる具材は卵、かけのこみたいな、お肉、もやし、楊州麺というこの麺らしいですけども、初めて食べるかな。うん、うん、非常にもっちりしますね、この楊州麺というのは。弾力があります、歯ごたえが。とろけるような卵、醤油ベースというか、非常にこう胡椒のスパイスが効いて、非常にこうパンチのある味わいです。これはいけるぞ。香ばしい、めっちゃいい匂いする。じゃあ残すとこ、このスープと得体の知れないこの唐辛子ののみなので。お味しい、いきます。唐辛子辛っ、ごちそうさまでした。というわけで、楊州商人が激辛スーラータン食べ終わったんですけども、一言でそのまま酸っぱ辛いですね。それで早速、辛さレベルを発表していきましょう。楊州商人池袋西口店さんの激辛スーラータン辛さレベル、じゃん、じゃん、辛さレベル4です。おめでとうございます。4ですね。辛いものを食べるときに辛さを抑えたいときによく酢を入れるっていうのがありますけれども、酢によって辛さが抑えられた感があります。結構ラーメンっていうとこうこってりしたイメージですけども、こう酢が入っている分非常にこうヘルシーでごくごく
はい、麦茶のようにごくごく飲めたんじゃないかなと思います。麺もね、この洋州麺というね、こうもちもちした食感が非常に歯ごたえあって美味しかったです。というわけで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター等々も公式しますので、フォローお願いします。酸っぱ辛い。なんと13万。